三井アウトレットパーク三井アウトレットパーク仙台港観覧車から見たモップ仙台港三井アウトレットパーク仙台港は宮城県仙台市宮城野区の仙台港配合地に所在する三井アウトレットパーク系列のアウトレットモール以下モップ仙台港と記載する仙台市都心部から見て北東郊外の千円地区に位置する所在地は 都心部や仙台空港から、多賀城跡を呼び、日本三景、松島への途上である、仙台港背後地で、周辺には、ロードサイド店舗が、すでに集積している。宮城県企業局、仙台市が実施した、港仙台夢タウン仙台港、背後地センター地区事業提案募集に、三井不動産グループが、仙台ボードビレッジ計画として、提案、当選。 仙台、宮城デスティネーションキャンペーン前にした2008年9月12日に、三井アウトレットパークシリーズとしては8施設目として開業した。証券は、車で90分圏内に在住する約300万人とみなしており、年間350万人が来場し、年間売上高130億から150億円を見込んでいる。入居する。 物販店のうち日本初出店が11店、東北初出店が82店とされ、飲食店は約20店で、うち9店がフードコートとなっている。高さ約50メートルの観覧車も敷地内に設置している。アウトレットモール形式の物販施設であるが、東北地方における主要な観光ルート上にあることから、土産品や、 観光情報が並ぶスペースが設置してある。また、観覧車や東北の味巡りがテーマのフードコートを設置しており、単独で観光施設的な面も持ち合わせる。その一方で、日本における主要なサーフスポットの一つである仙台港に隣接することから、サーフィン店が出店しているのも特徴。なお、仙台泉プレミアムアウトレットが、 都心部の北西郊外の泉パークタウン内に2008年10月16日開業した。そのため、都心部の西郊外にすでに開業しているヒルサイドショップスアウトレットも含め、アウトレットモール同士の三つどもへの競争が予想された。ただし、三井不動産としては、モップ仙台港と仙台泉 PO の両方に客は足を運ぶとみて、 相乗効果による集客増を期待している。このような郊外の大型店に対抗し、都心部でも仙台、宮城 DC に合わせて仙台パルコが出店したり、仙台三越や藤崎が増床したり、仙台フォーラスなどが改装を行ったりしており、仙台経済圏の商業地図の変革が予想されている。 モップ仙台港の開業に次いで、翌年10月29日には、三井不動産をデベロッパー、ララポートマネジメントを運営会社とする、ララガーデン町町がザモール仙台町町に隣接して開業している。ありがとうございます。